おはようございます。安部義俊です。ちょっと風邪気味みたいで喉が痛くて、声がちょっとガラガラしておりますが、今回は Amazon で見つけたこの色を楽しむ、万年筆インク6色付き万年筆のある毎日という、冊子ですね。雑誌みたいなものか、ムック本って言えばいいのか。で、これはですね、なんか小さなインクが6色ついていて、いわゆる雑誌というか、その本体は比較的薄くてですね、ここにこうガバッとこうおまけというか、付録の方がでかいってやつですね。で、それが、このインク6色のセットで、よいしょ、インク瓶なんで、まあ、頑丈に梱包されておりますけど、インク瓶って、まあ、安いものだと500円ぐらいから小瓶で売られてるものあったりするんですけど、大体はその1500円から2000円、あとラメ入りのインクとかだとその4000円とか5000円とかっていう風に値段高くなっていっちゃうんですけど、それで大体 50ml とか 60ml とか、なんかそのぐらいなんですけど、まあ高いじゃないですか。で、いろいろ遊びたいと思ってもなかなか手が出なかったりするんですけど、まあ、その点、こういう6本入って、これ2000円しないぐらいの価格だったんですけど、なので1瓶量的には非常に7ミリリットルかなので、そんなに量は多くないんですけど、まあ、ちょっといいかなと、こういった感じで6色のインクが入っております。ドラゴンフルーツ、野いちご、かぼちゃ、もろこしか、アボカド、ナスという、割とカラフルめのインクで、これシリーズで僕が見た範囲ではその3冊出ていて、いろんな色の黒を集めたやつと、青を集めたやつと、今回のこのカラフルなやつと、3種類出ていました。黒はさすがに地味すぎて二の足を踏みましたけど、このカラフルなやつと青のやつは、買ってみました。机が斜めになってるんで、スルスル滑ってっちゃうんですよね。ちょっとこの台の置き方を考えないと。絵を描く机なんで斜めにしたいんだけど、撮影の時だけちょっと角度を変えることができるか、逆の角度に斜めになっている、板を置いて水平にするか、ちょっと考えないといけないですね。というわけで、6色出してみました。あんまり横にすると蓋の方にインクついちゃうかなという感じです。おっと。というわけで、ちょっと書いてみようと思います。外がですね、今工事中で、そのとんでもない工事中で、ワンダと巨像の、ボスが出てきたところみたいな、振動がガンガンに来てますけど、めげずにやっていこうと思います。で、万年筆にそれぞれのインクを挿してみようかと思ったんですけど、それをやると万年筆が6本必要になるんで、ちょっと落っことしちゃったけど大丈夫かな。ホコロというセーラー万年筆かの、つけペンですね、を買ってみました。これはその単純なつけペンなんですけど、最初はこのいわゆるその漫画用の G ペンみたいに、ペン先というかこのニブの部分だけをここにガチャッと刺す形だったんですけど、その後でリザーバーというか、このペン芯に当たる部分、インクを保持してくれるパーツが、別売りで販売になって、今はそれがセット売りになってるのかな。なんか僕はセット売りのやつを、おお、今すんげえ揺れましたね。買いましたけど、という形で、その要するにガラスペンみたいに一回ちょんとつけるとだいぶインク持ってくれるみたいなんですよね。そのあたりもいいので、ちょっと試してみますと、どっから行こうかな。ドラゴンフルーツ、野いちご、かぼちゃ、もろこし、アボカド、ナスという順番に並んでいたんじゃないかなと思います。ここに並べてみるか。よいしょ。じゃあこのドラゴンフルーツから。ああ、そうそう、これがですね、その青の方を買った時にもあったんだけど、これが多分輸送中に漏れないように厳重にキャップされてるという意味での、そのこのゴムキャップだと思うんだけど、こいつを開けるときにもう100%手が汚れる、こうする以外にないのだと思うし、汚れる原因は主に僕が不器用だからなんですけど、倒しておきたいけど、これ転がっちゃうな、やっぱり。自分がこのペン先が上に沿っている筆で万年計のニブに慣れてなくて、思ったところとちょっと違うところにペンが折れるんで、今なんか字がものすごく、ただでさえ下手っぴなの、下手っぴになりましたけど。
こういう試し書きの時に何を書くか迷った時のために、考え出したのが、とりあえず文具ちゃんと呼んでますが、髪の毛がペン先になっている女の子のキャラクターではあるのですが、ちょっと毎回同じになるな。なんかちょっと変化をつけたくなってきたな。とりあえず髪の毛塗ってみるか。これペン先が上に沿っている、太く塗れるペン先だけど、ちょっと角度の工夫で細くもなるし、逆さまにしたらだいぶ細いし、割と融通が効くな。いいな。ちょっと待ってね。老眼鏡をかけないと、この大きさのキャラクターを描くことはできない。老眼鏡を取ってきました。まあ、これがドラゴンフルーツの色です。あ、そうだ。ちょっと待って、水筆とかでちょっと伸ばしたりとかすると面白いかもしんないよね。どうだろう、水入ってるかな。乾いちゃったか。あ、でもちょっと馴染む。よいしょ。まだ自分はこのカラーインクとかを全然使ったことがないんで、どういうふうににじませると綺麗なのかとかがあんまり分かってないですけど、まあ、こんな感じですかね。よいしょ。あんまりカラフルなインクを、どっちかっていうとグレーとかセピアとか淡いブルー、グレーに近いブルーとかね、なんかそんなような地味な色ばっかりを、インクでも集めていて、でもだんだんそれだと似たような色ばっかりになってきちゃって、こういうカラーの、インクは新鮮で自分としても面白いです。水彩絵の具みたいに混色をして、なんていうかな、色作るわけじゃないんで、なんか決め打ちでこの部分をこの色で塗るみたいな考え方なんでしょうけど、やった。このゴムのキャップはもう一回開けた後はここ使わなくていいのかな。あ、そうだ。やってみたかったのは、そうそう、この話をしようと思っていて、自分がだからトラベラーズノートを、買うきっかけになった YouTube チャンネルの、うわ、手にめちゃめちゃついた。自分がそのトラベラーズノート、このトラベラーズノートですね、を買うきっかけになった、YouTube チャンネルの、ミーチョスさんという方のチャンネルの配信者の、そのミーチョスさんからこの間動画にコメントをいただきまして、非常に嬉しかったわけですけど、でそのミーチョスさんからグラフィーロとかを試してみてはというコメントをいただいたんで、そのグラフィーロを買ってきたんですよ。グラフィーロと普通ので、このカラーの、万年筆とは違うかな、万年筆のインクのその出方がだいぶ違いますよみたいな話だったんですけど、とりあえずちょっと、野いちごの色でちょっとなんか試してみるか。ペンが上に沿ってるのは、すごくペンを置く位置を間違えるというか、そしてめちゃくちゃ揺れているというね。水筆でちょっと、あ、ドラゴンフルーツと色が混ざっちゃった。だいぶ水で洗ったんだけど、野いちごだから、野いちごの絵でも描こうと思ったけど、野いちごの、あれが分からん。ずんぐりしたやつか。まだ別段、なんかそのキャラが定まっているわけじゃないんで、いろんなパターンで、よいしょ、顔なりなんなりを描いて、髪型も描くたびにちょっとずつ何か変化をつけてという段階なんで、キャラが定まって、ないのは、その意識して、むしろ定めずに描くたびに、なんかちょっとずつなんか目鼻とか描き方変えて、だんだん固まっていくといいなと思いながらやってる。でもだんだんなんか決まってきたな。なんか服装が決まらないんですよね。なんかその文具をモチーフにした、よいしょ、そのデザインを取り入れたくて。外は相変わらずずしんずしんとすごいですね。そうか、ここまで塗っちゃうと髪の毛の先まで塗りたくなっちゃうけど、塗っちゃうと今度このペン、ハート穴が隠れちゃいますよね。どうしようかな。これが野いちごの色です。目とか塗れるかな。風邪だな、本当喉痛いな。あ、で、グラフィーロ表裏あるのかな。まあ、こっちが表だろう。2つに絵を描くとちょっと時間かかりすぎて、あ、いいか。あ、
こっちが巴、あれ、ピンポンが来たぞ、ちょっと待ってくれ。郵便の対応をして戻ってきたらですね、このノイチゴの方の、というか、まあ、水をいっぱいつけすぎたんでしょうけど、ぼわっと塗り広がってしまって、ただこれはこれで面白いですね。なんかこういう効果が出るんですね。で、これが、トモエリバーで、こっちがグラフィードですね。同じ条件にしよう。下敷きを。今、なんかグラフィードの方が滑らかと言おうと思ったんだけど、その下敷き、こっちは下敷きが1枚下に直で、グラフィードの方はこの紙がさらに1枚引いてあったんで、そりゃそうですよねって感じ。服を考えたいな、文具ちゃんの。 文具ちゃんでも、あっという間にペン先がにじんで分からなくなってしまった。なんかやっぱり右向きと左向きでなんかこう癖があるな。例えばこう斜線を入れた状態で文具のモチーフ、何があるかな。どうしようかな。インクのテストじゃなくなってきてしまう。待て、グラフィードの方が同じ塗り方をしないと比較にならないけど、まあ速攻であんまり乾く前にやったからか、ふわっとにじみましたね。ああ、にじませ方がなんかね、練習したらこりゃ面白い効果が出せそうですね。ああ、輪郭をちょっと残しつつ、こううまく薄くぼけてくれれば、ちょっと面白い影色が作れるっていうかね。で、塗り方とか描き方に差があるんで、ちょっと同じ条件じゃないですけど、今こうして比較すると、描き味的には、まあ、グラフィードの方がちょっと滑らかかな。で、色味的には濃さがどうこうっていうよりは、紙のなんかその性質によって、こっちのが赤紫より、こっちのがオレンジより、あ、もしかしたら最初のドラゴンフルーツのインクが少し混ざって残ってたのかもしれないな。ちょっと色味が結構変わったなと思うんだけど、どんなもんだろう。でもここを描く前にこれだけ塗ったりとかしてるから、多分そんなにこっちが残ってるってことはないと思うんだけど、どうかな。もっとしっかりと洗わないとインクが残ったりするんだろうか。自分が水彩絵の具で描いてた時は、バケツの水とかをなかなか洗わないで、濁った水で、濁った色で 描いて、まあだから今のイラストもそうですけど、彩度の低い色を好んでましたけど、だからね、なんかモチーフの中に彩度の高いもの、フルーツとかイチゴとかがあると最初に塗っちゃって、あるいは塗りたくなったらバケツ洗いに行くとかね、なんかそんな感じでしたけど、ちょっとドラゴンフルーツに、俺このキャップ、あ、でもこのキャップをつけてないと、でも本当にこれ漏れてくる可能性もあるよな。でもこのゴムのキャップをやるたびに手がめっちゃ汚れるのが、なんとも、俺が単に不器用だからっていうだけではない気がする。これを外してもいいんじゃないか、ちょっと調べてきます。調べてきましたが、やはり中のゴムは、の、蓋はつけとかないと横に倒した時に漏れてきちゃうそうですね。そうなのか。そして使い捨ての手袋の、薄いビニールの手袋などをしてください。そしてここの、この瓶の下には必ずトレイを敷いてこぼれるのを防いでくださいって書いてあって、ちゃんと読んでおけばよかった。もうここに思いっきり垂らしちゃいましたよ。そうか、インク専用のじゃあトレイを一つ買わなきゃいけないな。なんか瀬戸物みたいなやつで、簡単に洗えるやつで。てかね、そもそもこの斜めになってる机でやることじゃないっていうことが、今ひしひしと。あ、滑ってっちゃう。じゃあちょっとドラゴンフルーツの方で。ドラゴンフルーツ、こっちの紙に書くときは、あ、いけない。まだ水が混じっていた。インク瓶の方に絵の具、前のインクなり水なりが入っちゃうとまずいですよね。失敗した。でもまあ、最初に塗った時よりもちょっと濁るな。これなんかインク残ってんのかな。やってはいけないことだった気がします。混ざってしまった。今結構洗ったんだけどな。もっとインクのリザーバーを水でガチャガチャってやるだけじゃダメで、もっと分解して洗わなきゃいけないのかも。あれ、ちょっとインクが水っぽくなっている気がする。ああ、なんかなんだろう、このインク初心者が、あ、ほら、最初に塗った時よりもだんだん描いていくうちに、
サイドが上がってきたっていうか、元のちゃんと本来の色になってきてる気がする。やっぱりちょっと前の絵の具の色が残ってた気がしますね、最初の書き出しの一筆目の時に。ああ、その瓶の方に、こっちの野いちごの方のインクが混ざっちゃってないといいけど。どっちがいいかな、バーカっぽいのと。もうなんかその日の気分で服とか変えちゃうか。頭のペン先のパーツさえあれば何でも、そのキャラクターの同一性みたいなものは、まあ、ある程度守られるんだろうと。でもやっぱりちょっとサイドが下がった気がしますね、鮮やかさが。こりゃいかん。水で今十分に洗った状態でこれを引っこ抜いた時にどのぐらい、ここも引っ張ったら抜けるよね、抜けないのか。リザーバーのパーツははめたらでも、あ、これ外す方法ない気がする。こんなの抜けないよね、簡単には。じゃあこれはやっぱこれでいいのか。これ以上はもう水の中で振ってももっと強い流水で洗うとかね。いやでも、もうで、まあ、ちょっと水つけると、むしろ水筆に絵の具が残るな。大至急こういうインク遊び用のトレーと使い捨て手袋と一通り買いますよ、もう。 赤系のインクが特になんていうか、そのやばい感じですよね。いくら拭いてもつかないから、これ以上は洗いようがないということで3色目。あ、今度はサイドの高いいい色が出てる気がします。あれ、この上に沿っている、2分の場合、横線が太くて縦線が細い線が引ける2分のはずなんだけど、自分の持ち方がおかしいせいで、要するにすごく、これ何度も話してるけど、まあ、普通のなんかペンはこういうような、その自分の体に対してそのペンがある程度まっすぐに、まあ、斜め、ある程度斜めなんだろうけど、になるんだけども、僕すごいこっち向きに持っていて、ペンがほとんど横になるぐらいまで、まあ、真横ではないけど、すごくこうではなくこっち向きに傾けて書いてるんで、むしろこれで持つと、僕の場合は縦線が太くなって横線が細くなるっていう、アーキテクトニブみたいになっちゃう。持ち方矯正しないとまずいけども、絵を描く中で手元が見えてくれないと困るみたいなことから、だんだんこういう持ち方になっていったんですよね、多分。あとはもう本当にさ、もう最初から自分はなんかペンの持ち方と箸の持ち方はひどくって。奥っかの目が潰れてしまった。あ、そう、ひっくり返して描けばよかった。ひっくり返すと意外となんか細い線が引けて、これがだから前にもでも試したけど、ひっくり返してるとちょっと思ったとこと違うとこに線がいっちゃうんで、あとガリガリに引っかくんで、まあ、あんましやりたいわけじゃないんだけども。あ、そうか、グラフィーロにも書くから別に洗わなくてよかった。かぼちゃは水で濡らすとだいぶ黄色、オレンジからもっと黄色っぽくぼけていくような、面白いですね。なんかこのインクでにじませる技をなんか練習したい。面白い面白い。よいしょ。なんか最終的に1回ぐらいインク瓶倒しそうだな。怖えな。あんまり結んでるんだから、まあ、横っちょにボリューム出しすぎないがいいか。あと、その前も思ったけど、肩でこの髪の毛先が隠れちゃうと特徴が消えてしまうので、肩よりもペン先がの髪の毛が上に来るようにしないといけないので、あんまり髪を長く伸ばさない方がよかろうと。色味がさっき野いちごで劇的に変わったのは、やっぱちょっとインクが混ざっちゃったからかな。他の
色はそんなに、あれじゃないですもんね。自分がやはりまだちょっとインク初心者なもので、あんまりこの色味、紙質と色味の検証みたいなものには役に立っていない。あと、どのぐらい水つけるとどのぐらいにじむのかとか、まだその直感的に把握できてなくて、まあ、全体的に思ったよりも、優勝。にじませすぎちゃってますね。ああ、でもなんか、綺麗に、にじんだ色が、本当綺麗で、夢の中みたいな感じになるのは非常に、非常にいいですね。ああ、ほっぺた、にじませすぎた。そして喉がめちゃめちゃ痛いです。4色目、もろこし。もうちょっと上って、これもうちょっと上にしたら、これパターンって重さのあれで倒れるじゃないのか。もろこしも見るからに黄色、綺麗な黄色のインクで、黄色のインクって多分ペリカンのシャイニーイエローだっけ、とんでもない蛍光の黄色しか持ってなかったんで、これもでもだいぶ、玉っていうか薄くて見えないかもしれない。粒子化とか、子供のグルメとか、子供の漫画を描いたせいで、なんか、ほっぺたをぷくーんって膨らまして描く癖がついちゃって、それがちょっと過剰になっていて、ちょっと膨らましすぎになりがちなので、わかんないよね。だいぶ多分薄く出てると思いますね。にじませると、綺麗っぽいな。これはなんかね、使いどころ、もっと別なセピアとかそういう色で主線を引いて、塗って、やる感じですね。そうじゃないとちょっとわかんなくなっちゃう。下敷きしかなかった。薄すぎてちょっと分かんなくなった。まあ、グラフィーロの方が水で、まあ紙が厚いからなんでしょうけど、やってもこのふにゃふにゃふにゃってならないのはいいですね。このグラフィーロも厚み的にはだいぶ薄い紙だと思うんだけど、それでも、そんなに紙の表面が波打たないのはすごくいいですね。グラフィーロのリフィルとかがあればいいのにな。あんのかな、探してみようかな。英語のなんていうかな、ノートみたいなものを、平とじのやつを端っこをトラベラーズノートに入る大きさに切ってリフィルにするみたいなことを確かやってる方がいて、でもまあちょっともったいないですよね、その切れっぱがね。切れっぱを使うなんかうまい方法があればまたいいのかもしれないですけど、まあでもそういう手間をかけずに普通にやっていかないと、多分めんどくさくてやらなくなっちゃいそうとかね。5色目、今度は緑です。ああ、でもなんか光に、わかるかな？光に、透かすと、本当に、やっぱ水彩絵の具とかとは違って、彩度が高かったり、なんか、この艶やかな光沢感があったりするところが、インクはいいですよね。あ、そうか、なんか今、なんかわからなかった。これが野いちごだ。野いちごの場所がすげえ離れている。ああ、割と彩度の高い緑だ。アボカド。ああ、アボカドっちゃアボカドかな。アボカド、字が難しくて、ひらがなかカタカナで書きたくなってしまうけど、ここまで来たからには、よいしょ。こうで、こうで、こうか。なんか、間違ってる気がする。あんまりほっぺたをちょっと SD キャラみたいな感じで、ちっちゃく刀身を下げた感じで描いてるから、ちょっと子供みたいな刀身にしようと思ってたけど、ペンひっくり返した時のなんかさっきよりもシャリシャリがすげえ出るようになっている。手帳型のリボンのパーツを書き忘れた。
長女がなんか文具の擬人化だよみたいな話をしたら、こうしたらみたいになって言ってくれたやつなんで、まあ採用しているんだけど、忘れた忘れた、よいしょよいしょ。パーカーよりもなんかこんなようななんかのがいいかな。パーカー絵で描くの好きなんだけど、好きっていうかなんか、いや正直苦手なんだけど、パーカーの後ろ側がなんか形描いていくうちにどうなってるのか分かんなくなっちゃったりして苦手なんだけど、でもあのそのデザイン的には好きで、だけどパーカーを自分で描くとなんか首が短くなったみたいになっちゃって、なんかそれが、あ、いけね、黄色入れっぱなしだった、あり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 、にじみの、あの色が分かんないですね。でもグラフィーロとあのそんなになんか劇的にその書き味はあの確かに違うんですけど、あとにじみ方はでもあの確かにだいぶ違うかな。今ちょっとこれは今水をつけすぎたのもあるけど、あとまた年寄り臭い話だけど、なんか背骨がずれちゃって痛いんですよ今。それもきっかけが情けなくて、五十肩なんで、なんか肩の可動範囲が狭くなってるせいで動かない場所ができて痛いみたいな、肩を動かそうと思って肩をぐるん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 ぶんぶん回してたら、なんか背中がぐきっていっちゃって、でそれから3日目ですけど、治んないの、これ医者行った方がいいのかな。あのなんか特定の角度になった時にこうぐきってなるんですよ。あ、輪郭こんなに太くしなきゃよかった。あ、でも輪郭を太くしなきゃよかったって思った時にうまいことにじませてごまかせる。輪郭線を壊さない程度に、あ、塗りすぎた。うん、こっちは今黄色が入っちゃってるんで、まあ比較にならないけど、トモエリバーの方があの髪の繊維に食い込んでいくような感じでにじみが広がっていって、グラフィーロの方が、そのあたりがちょっと緩いかな。でもこれも水の加減とかにもよるんでね、もう少しこの最初の1枚目でこれはこうだってなかなか言い切れないですね。何枚か書いて見て、なんかじんわり違いが分かってくるような感じかな。最後紫色、ナス。あ、なるほど。突然最後だけナスを描くっていうね。待てよ、どう描くのがいいんだ。なんかうまく輪郭をこう残すような、練習ですね。そのこのインクをこう使った時にこうなるっていう、その先読みというか、そのある程度経験値がたまってこうすればこうなるが分かってくると、ちょっと手数が引き出しが増えていきそうですね。うん、というわけで6色試してみましたよと。まあインク遊びですね。あのこれ自体は多分アマゾンで僕もまだ買えたんで、あのまだ売ってんだと思うんですよ。で、ちょっとインク遊びをしてみたかったら、このセーラー万年筆のホコロ、 HOCORO ですね、ホコロとか、パイロットの色写しだっけな、なんか、こういうペン先だけが売っていたり、あるいはあのガラスペンとかね、方法はいろいろあるんで、もちろん万年筆に入れてもいいんでしょうし、
遊び方いろいろあると思います。今筆ペン型のやつ、筆文字用の、今僕はニブを使ってましたけど、今、普通の細字の、ペン先も買ってみました。また来たらちょっと何か書いてみようかなと思います、うん、そう、インク自体はとにかく水彩絵の具にはない、このサイドの高さと艶やかさみたいなものがあって、あと水でうまく混ぜた時のこの伸び方なんかも面白くて、うまく使えばなかなか面白い表現ができそうな気がしますと、うん、面白かったです。で、そう、本当はここに青の6色も買って あるんで、これをもう全部今日一回でやっちゃおうと思ったんだけど、思いのほか時間がかかったんで、これはまた次回どっかのタイミングでやりますと。青もね、なかなか面白かったですよ。ただそうか、これ今6色カラーのバリエーションがあるけど、青はここまでの大きな差はないので6体キャラクターを描いたりするとあんまり差が出ないかもしれないですね、というわけで、あとはインク瓶を置くためのその水洗いが簡単にできるトレイを買うことと、もしかすると手が汚れるのが気になる人は、使い捨ての薄手のビニールの手袋を買ったりするといいのかなと思います。あとこういう水筆なんかも、ちょっと 1,2 本買っておくと、楽しめると思います。あとは僕がやったみたいに使い終わった後に、割としっかりと水洗いをしないと、ここの色が次の、インクに混ざっちゃうと台無しなので、それは気をつけた方がいいです。あとは、水がここに残ってるとダメなんで、ちゃんと拭き取ることと、そうですね、あとはまあ有林堂の YouTube でブッコロが言ってましたけど、インク使った時にこの洗った水の色が変わっていくのも楽しいみたいな、途中でうつつい損ねましたけど、確かにだん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 いろんな色が混じっていって、面白かったですね。その辺も映せればよかった、というようなことでした、で、そうそう、ホコロも買ってからあんまり出番がなかったけど、今日いっぱい使えてよかったです、ということでした。ありがとうございました。